皆さんこんにちは、銀座野生内科クリニック院長の野生です。私は東京の銀座で、糖尿病の専門医、あと心臓病の専門医として、診療を行っています。で特に、糖尿病の診療には力を入れてまして、今までに、20万人ほどの、患者さんの診療を行って、います。で、糖尿病は予防治療として非常に重要ですので、皆さんも十分、注意してください。で現在、このコロナ、ウイルスが、流行っていて、なかなか、外に出れない状況ですが、当院では、オンライン診療、クリニックに来なくても、診療ができる体制をとっています。ですので、治療を受けたい方は、オンライン診療で、ぜひ、まず、問い合わせをしていただけたらと思います。でさらには、最近、幹細胞を使った糖尿病の再生医療、も、今日本で初めて、国で認可されて治療を行っています。この再生治療を行いますと、今までどんな治療をしてもうまくいかなかった方や、もしくはインスリンを長く使ってて、薬を使いたくない方、薬がやめられる可能性もあると考えています。ぜひ、再生医療も考えてください。では最後に今、世界中大変な時期ですが、皆さん頑張りましょう。